こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。違い参戦。目標を立ててゴールできる人と挫折する人の決定的な違いについて解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の話題ですね。突然ですけど皆さん、こんな経験ありませんか？貯金を頑張ろうと思ったのに3ヶ月目で挫折とか、毎日早起きして資格の勉強しようと思ったのに3日目で寝坊して挫折。副業で月5万円稼ぐぞって意気込んだものの、1ヶ月続かずに挫折。どれもこれも始めてみたのに続かないっていう事例です。僕のところにはよくこんな質問が来ます。どうやったら継続できるようになれますか？どうやったら成果が出るところまで頑張れますか？この質問に対するベストな回答をずっと考えて悩んでいたんですけど、最近頭を整理するのに役立つちょうどいい本に出会いました。後回しにしない技術っていう本です。そのままですね。今日の動画ではこの書籍の内容をベースにしつつ、僕の経験、意見を交えながら目標を立ててゴールできる人、目標を立てたのにゴールできず行き倒れる人。この2人の3つの違いについて解説します。結論を先に言っておきましょう。目標を立ててゴールできる人というのは、2種類のモチベーションがあることを知っている。楽観と悲観の両方を持ち合わせている。問題を正しく把握することができる。こういう人ですね。この真逆の人がゴールできずに行き倒れる人ってことになります。この動画を見てもらえれば、お金持ちになるっていうゴールに向けて着実に歩みを進められるはずです。5年後、10年後、年収資産額に満足できる自分になりたいっていう人は、ぜひ最後まで見ていってください。僕の経験談もふんだんに話しますんでね。それでは解説いきましょう。決定的な違い1、2種類のモチベーションがあることを知っている。目標を立ててゴールテープを切るところまでいける人っていうのは、2種類のモチベーションがあることを知っています。言葉として知らなくても感覚的に理解しています。スタートモチベーションと持続モチベーション。この2つなんですけど、順番に解説していきます。まず1つ目、スタートモチベーションっていうのは物事を開始するきっかけになるエネルギーです。例えばこういうことを想像してみてください。60歳で2000万円の資産を持っている自分。40歳で毎月5万円の配当金収入がある自分。30歳でフリーランスで年収1000万円稼いでいる自分。25歳で年収300万円プラス副業収入200万円がある自分。どうでしょう？視聴者の皆さんの中にはこのゴールイメージを聞いて、よし！自分も今から投資を始めようとか、スキルを身につけてまずは副業、それからフリーランスを目指そうとか、そういう思いを抱く人がいるかもしれません。これがいわゆるスタートモチベーションです。スタートモチベーションは先ほどの例のように、ゴールの視覚化によって生まれます。もし成功者になりたければ、成功者と一緒に撮った写真をいつも見えるところに置いておけとか、高級マンション、高級車の写真をいつも見えるところに置いておけ、みたいなことを言っているコンサルタントとかインフルエンサーいますよね。こうやってゴールを視覚化、見える化するとモチベーションが湧くよっていう話です。僕は中学校3年生の時、高校に入るぐらいの時に起業したんですけど、僕の起業当初のモチベーションは、携帯電話が欲しい、女の子とメールがしたいとか、満員電車に揺られるの嫌だ、毎日好きな時間に起きたいとか、理不尽な上司とか、会いたくない人と我慢して会いたくない、自由な生活がしたい。こんな感じのスタートモチベーションでしたね。自分が成功した姿、イメージを常に見えるようにしておけ。こういう話を聞くと、自己啓発みたいなそういうキラキラ話はうんざりだよとか、呼び寄せの法則みたいな都合のいい話あるわけないじゃん。そう感じる人もいると思います。皆さんがうさんくせーって思ってしまうのは当然で、スタートモチベーションをいくら高めても、それだけでゴールできるわけではありません。スタートダッシュを決めた後、しっかり走り続けてゴールイン。無事に成功をつかむところまでたどり着くには、もっと具体的で中身のある話が必要です。これに関わるのが2番の持続モチベーションです。持続モチベーションっていうのが何かっていうと、ゴールに向けて始めた活動を最後までやり遂げるエネルギーのことです。多くの人が抱きがちな勘違いは、目標設定が強烈ならば、スタートモチベーションが強烈ならば、努力を継続できるぜ！そう考えているってことです。要するに根性論、精神論ですね。でも、エベレストに登りたい、頂点で朝日を拝みたい、こんな強烈なスタートモチベーションがあって、体力づくりの一環として毎日のウォーキング始めたとしても、三日坊主になるのが関の山ですよね。継続力に関係するのはスタートモチベーションではなく、持続モチベーションだからです。スタートモチベーションがゴールの視覚化。例えばエベレストの頂上でガッツポーズを取る自分によって作られる一方で、持続モチベーションっていうのはプロセスの視覚化によって作られます。3年後にエベレスト、世界で一番高い山に登るには、2年後までに難易度の高い山を5つぐらい制覇できてないとダメだろう。じゃあ2年後までに複数の山を制覇するには、コーチをつけたトレーニングが必要だろう。コーチをつけたトレーニングをするには、資金と時間を確保する必要があるぞ。資金と時間は何々によって工面しようっていった目に見える具体的な計画が必要なんですね。僕の場合のプロセスの視覚化は、例えば携帯電話を持ちたい、15歳の時ですね。そのためには月額3000円、毎月3000円必要なんです。そして毎月3000円稼ぐためには1日100円稼げればいい。じゃあ仮にライティングが1文字 0.1 円だったとしても、0.1 円って結構安い単価なんですね。この 0.1 円だったとしても、毎日1000文字なら書けるだろう。背取りで利益100円の商品を30個売れば稼げるかもしれない。部活が終わってから寝るまでの時間で毎日3時間やれば、このライティングなり背取りでなんとかなるだろう。実際に紙に書き出していったプロセスのこれ視覚化なんですね。他にも会社に勤めなくても良くなりたい。経済的に独立したいってこれ17歳の時ですけど、そのためには月額15万円あれば、とりあえず一人でも暮らせる。会社に勤めなくていい状態になる。ある程度の自由が手に入るぞと。で、アフィリエイトで単価3000円の商品が月間50件売れれば15万円稼げるな。現在は毎日 0.5 件から1件ぐらい売れてる。じゃあこれをどうすればもっと件数を増やすことができるのか。商品紹介の記事本数3倍にして、内容を充実させれば毎日 1.5 件から3件売れるだろうと。一人で今の3倍書くのは無理だな。どうすればいいかな。じゃあ友達にお小遣いを渡して、ライティングを手伝ってもらおうと。こうした結果、記事の本数3倍になって、売り上げは3倍以上になったんですね。これ実例です。このプロセスが視覚的にわかりやすく、妥当であればあるほど、皆さんの持続モチベーションは高まります。だってそのプロセスを踏み進めるだけで夢あるゴールにたどり着けるんですから。学長、継続できないんだよっていう悩みを持ってる人がすべきなのは、ゴールへの思いをひたすらに強化することではなくって、具体的なプロセスに目を向けること。これを理解することが一丁目一番地です。私はお金持ちになるのであるっていう目標を強化する瞑想とか目標宣言を続けたとしても、変な宗教にハマったやつだって冷ややかな目で見られる可能性の方が高いです。くれぐれも気をつけてくださいね。周囲の人に理解、応援してもらうためにも、自分の継続力を高めるためにも、具体的、現実的なプロセスにもしっかり目を向けましょう。ゴールできる人と挫折する人の決定的な違い2つ目、楽観と悲観の両方を持ち合わせている。ここまでの話で皆さんからこんな嘆きが聞こえてきそうです。学長、そんなことは分かってるんだよ。具体的なプロセス、計画を立ててるのに失敗しちゃうんだよ。今度はこの悩みにお答えしましょう。皆さんが立てた具体的なプロセス、計画が失敗する理由の多くは、悲観的な思考が足りていなかったからです。楽観ではなく悲観です。皆さんにはこんな経験があるかもしれません。黄色いどっかのライオンがおすすめの副業を9つ紹介していた。おすすめの副業をやると月5万円稼げるらしいぞ。月5万円稼ぐための具体的なノウハウまで動画になってる。これを見れば月5万円稼げるぞ。その1ヶ月後。稼げません。もうやめたいです。聞いてた話と違います。そんな経験ないでしょうか？こうやって持続モチベーションが下がってしまう理由が、元々のプロセスに悲観的な情報が組み込まれていないせいです。例えば、ブログや YouTube という副業であればこのような情報ですね。毎日60分から120分の作業時間を確保することの大変さ。Google のアルゴリズムが変わって自分のサイトが評価されなくなる可能性。例えば、リベ大って検索した時に、リベのブログとか YouTube が一番上に表示されなくなってしまうような可能性ですね。他にも競合ブログやサイトの出現。例えば大手金融機関がお金の教育ブログを作ったり、お金の教育チャンネルを開設してしまう。こういう可能性ですね。人は想定外の嫌なことがあると持続モチベーションが下がるようにできています。やってられるかってなるからですね。一方で想定内の嫌なことであれば、まあしょうがないよね。そういうこともあるよねっていう感じで、持続モチベーションへのダメージが少なくて済むんですね。僕自身ビジネスの数字はかなり悲観的に見積もっています。最悪いくらぐらい損するなとか。最悪半年や1年やって利益が1円も上がらないとかも普通にあるだろうなと。最悪こんな影響が社内にあるだろうなと。でも、その最悪さえ飲み込めたらあとは GO なんですね。それ以上は楽観的に見てるんです。それ以上は悪くならないわけだし、悲観的に見てるから実際に起きてもダメージがあまりない。だから悲観的に見積もるけど、そこを飲み込めたらあとは楽観的に GO してるんですね。GO ってなんだろうって話なんですけどね。どんどん進めてるって、そういうことです。昨年のコロナショックの時に日経平均も S&P500 も一時半値になろうかっていう勢いで大暴落しました。でもこの時、リベ大視聴者の皆さんの多くは、まあこんなもんかって受け止めることができたんですね。パニックになったり、投資をやめたりなんてことはしなかった。要するに、暴落が投資の持続モチベーションに影響しなかったわけです。それはなぜかというと、投資で資産が増えるっていうプロセスの途中に、大暴落が必ずあるでとか、大暴落が起きた時は何もしないが最良の対策になりうるんやでってことを事前に知っていて納得していたからなんですよね。もし定期預金みたいに安全に増えていくんだよねって誤解して株式に投資していたら暴落に大ショックです。持続モチベーションを保つのはかなり難しくなっていたでしょう。また悲観的な思考っていうのはプラン B を生み出す原動力にもなるんですね。こういうバッドイベントが起きたらこういう別なルート、プラン B に路線変更しようと。こっちのルートでもゴールにはたどり着けるはずだ。こう考えることができたら、持続モチベーションは消滅しないですよね。なぜなら、もともと進んでいた道は塞がれてしまったけど、いずれにせよゴールにはたどり着けるからです。プラン B の重要性を伝えるエピソードを一つ紹介します。成功率を 99% に高める方法っていう話です。とある IT 企業で働く A さんは、社長と共にテレビ番組に出演することになりました。その番組に、御社の音声認識システムを実演してほしいって依頼されたのです。社長は言いました。成功確率はどのぐらいだ ?A さんは言いました。90% ぐらいです。それを聞いて社長はこう言いました。システムに改良を重ね、99% まで高めてくれ。翌日 A さんは実演成功確率は 99% になりましたって報告しました。実際テレビでの実演は成功を収めました。社長が、ご苦労だった。昨日はシステム変更で大変だっただろうってねぎらうと、A さんはこう回答。昨日のシステムと今日のシステムは同じです。社長は驚いて尋ねました。じゃあ成功確率が 99% に上がったとはどういうことだ？これを聞いて皆さんどうでしょう？ここまで聞いて A さんが何をしたか分かった人はトンチの天才かもしれません。それでは種明かしに行きましょう。A さんはこう答えました。成功確率 99% というのは間違っていません。問題が起きたら他のものに変更できるようコンピューターを2台用意したんです。1台のコンピューターがエラーを起こす確率は 10%。2台のコンピューターが同時にエラーを起こす確率は 10%×10%、1% です。つまり成功確率は 99% です。これを聞いて、おいおい学長、そんなのないぜって思うか、やられた、確かになって思うか、皆さんはどっちでしょうか？もし皆さんに会社員としての給料の他に月5万円の副業収入が欲しいって望みがあったとして、90% の確率で月5万円稼げる副業 A、90% の確率で月5万円稼げる副業 B、プラン B ですね。この2つがあるならば、皆さんが月5万円稼げるようになる確率は 99% になります。インチキみたいに聞こえるかもしれませんが、ここで言いたいのは、ゴールにたどり着く唯一の方法は、あらゆる可能性を捨てずに、プロセスを改善し続けるしかないってことなんですね。プロセスを無視してゴールにワープすることは誰にもできません。当然僕自身も起業当初から全てうまくいったわけではないんですね。初めて立ち上げたサイト、ドラえもんの情報サイトを作ったんですよ。その当時ドラえもん大好きでね、今も好きですけど、ドラえもんの映画と主題歌をまとめたような、そんなサイトを作ったんですね。で、その立ち上げたサイトが広告を貼ろうと思っても、ASP、広告主の審査が通らなかったんです。それで電話したんですね。なんで落ちたんでしょうかって言ってね。で、そしたら今だったらね、それは当社の規定でとか何も答えてもらえないと思うんですけど、そういう時代じゃなかったんで、その時電話の担当の方がね、こんなサイトが通過するとでもみたいな。そんな感じで言われたんです。で、それで僕はもうものすごくね、怒りを覚えて、って、こんなサイトだと一生懸命作った大好きなドラえもんを一生懸命作ったのに、こんなサイト呼ばわりしやがってって、そんな風に思ったんですね。でも、ちょっと冷静になって、見る人の役に立つだけじゃなくって、広告主のこともやっぱり考えないといけないんだなとか、自分は好きでもそれは趣味になってしまうやなって、そういうのを学んだんですね。なるほどと。で、方針を転換しました。そして、パソコンパーツの情報サイトを作ったんですね。パソコンを自作した経験をもとに CPU のクロックアップ、ちょっとした改造をしたらどうなったかとか、安いパソコンパーツをどこで仕入れることができるのか、日本橋のタイムセールの情報、こんなサイトですね。他にも面白い映画のレビューサイト。当時から映画たくさん見てたんでね、これはライター案件をもらえるきっかけになりました。そして街角の出会い体験レビューサイトですね。当時 J4、今のソフトバンクですね。こういった大手キャリアの公式サイトで、街角の出会いっていうコーナーがあったんですよ。1名近くの何々駅で出会いを求めています、みたいな。それが携帯のホーム画面に流れてくるんですよ。すごい時代ですよね。突然知らない人からメールが来て会いましょうって、そんなこと普通に言われる時代だったんです。それで会いましょうみたいな、すごい時代ですよね。周りの友達もよく会いに行ってたんですね、それで。だから体験談を、それをまとめて記事にしたんですね。そういったものがあったんですけど、流行りましたね。これらを立ち上げると成功しました。高校生の時で月収100万円超えましたね。あの時厳しい言葉を投げてくれた担当の方には非常にね、本当に感謝してます。成功へのルートは一つではありません。ルートはあくまで手段に過ぎないので柔軟に考えるべきです。表から富士山に登れないのであれば、裏から登ればいいだけ。こういう発想を持てるかどうかが勝負の分かれ目なんですね。ブログを始めたけど合わないから背取りにするでもいいし、ペットをテーマにブログを始めたんだけど、キャンプをテーマにしたブログに変える。こういうマイナーチェンジでももちろん OK です。とにもかくにも、想定外の事態、苦労を事前に予測して悲観的思考ですね。それでもなおプラン A を突き進める対策を用意する。時にプラン A を捨ててプラン B を選択することも意識しておく。これによりゴールはそのままに歩みを持続することができるってわけです。ちなみに注意点として悲観的思考が強くなりすぎると、それはそれで持続モチベーションを失います。大切なのは、このプロセスを進めばゴールできるっていう楽観。このプロセスに障害が起きたらどうしようっていう悲観。この2つをバランスよく共存させることです。このバランスが上手に取れる人は持続力が高く成果を出せる人ですね。ゴールできる人と挫折する人の決定的な違い3つ目、問題を正しく把握することができる。ここまでの話で、ゴールの視覚化によってスタートモチベーションが生まれること、プロセスの視覚化によって持続モチベーションが生まれること、そして楽観と悲観をうまく交えながらプロセスを改善・強化し続けることで持続モチベーションを維持できるんだってこと、これらを解説してきました。ここでプロセスを改善するにあたっての重要な注意点があります。それは何が問題かを見極めるってことです。韓国には反対側の足をかくっていうことわざがあるそうです。かゆい足は放っておいて反対側の足をかくっていう意味で、問題の本質を把握できずに意味のないことに力を注ぐ人を例えるときに使う言葉だそうです。皆さんの中にも反対側の足をかいてる人いませんか？資産運用や副業がうまくいかずに、うまくいかないよーって右足をボリボリかくんだけど、実はかゆい、問題があるのは左足なので、全くかゆみが収まらない、そんな状況です。例えば、問題の本質は作業量が圧倒的に足りないことなのに、自分のやっているビジネスのジャンルのせいにする。このジャンルはレッドオーシャンだからな、みたいなのは、まさに反対側の足をかく典型例でしょう。作業量が足りない人が何をやっても成果を出せないのは、これは当たり前です。実は、僕のところに相談してくる人の本質的な問題はほとんどこれ、作業量の圧倒的不足だったりするんですね。何が問題かを見極められないと残念な結果になるってエピソードを一つ紹介します。ある通りがかりの人が犬と一緒に座っている男に近づき、こう聞きました。あなたのワンちゃんは噛みつきますか？男はいいえと答えました。その通行人が手を伸ばして犬を撫でようとすると、その犬はガブリッと通行人に噛みつきました。通行人は怒って男にこう言いました。あなたの犬は噛みつかないと言ったでしょう。すると男はこう答えました。この犬は私の犬ではありません。どうでしょう、これひどい話ですよね。この通行人にとっての問題は、この男の犬が触ったら噛みつくかどうかではなく、そこにいる犬が触ったら噛みつくかどうか、これを聞きたかったわけですよね。だから問いかけるべきは、そこにいる犬は触ったら噛みつきますか？ってこう聞いたらよかったわけですね。そうすれば男性は、私の犬ではないのでわかりません。さっき触ったら噛みついてきましたよって言った返答をくれたかもしれません。もちろん聞かれた側の男性もそんぐらい意味わかるやろって突っ込みたくなりますけどね。こんな感じで何が問題かを見極められない人は人に対してそれ聞いてどうするのっていうトンチンカンな質問をします。結構こういう方いらっしゃるんですけど、優しくて察しのいい聞き手なら意図を汲んでいい回答をしてくれるかもしれません。でもそうじゃない場合はトンチンカンな質問に答えておしまいです。質問者が本当に聞きたかった回答は得られません。持続モチベーションが維持できない人っていうのはプロセスの途中でトラブルが発生した時に何が問題かを見極められずに反対側の足をかいたり、問題の解決につながらない意味のない質問をします。だからトラブルを解決できずに成果が出ない、つまり継続できないってオチになるわけですね。ゴールまでのプロセスをより良いものにするためには、何が問題かを見極める目、いい質問、この2つが不可欠だってことを忘れないでください。ちなみに、そもそも周りにそんな質問できる相手がいないよっていう人は、ぜひリベシティにお越しください。節約、保険、資産運用、転職、副業、その他。お金に関するどんな質問にも答えられるぐらい、たくさんの優しい人たちがいます。宣伝かよって思われるかもしれませんけど、本当にいい場所なんですよ。自分には見えない問題の本質も、ちょっと前を歩いてる先輩たちからお見通しだったりします。なぜかというと、先輩たちにとっては、すでに歩いてきた道だからですね。僕自身も過去はもちろん現在も、迷った時とか、問題の本質に気づけてないなっていう時は、周りの専門家に相談しています。一人で成功するのは本当に難しいです。僕自身たくさんの先輩たちに助けられてきました。悩んでる人はぜひ人とのつながりを求めてみてください。まとめいきましょう。目標を立ててゴールできる人の3つの技術を取り入れよう。この動画では目標を立ててゴールできる人、目標を立てたのにゴールできず行き倒れる人、この2人の3つの違いについて解説しました。目標を立ててゴールできる人っていうのは2種類のモチベーションがあることを知っている。ゴールの可視化により生まれるスタートモチベーション、プロセスの可視化により生まれる持続モチベーション、すでに動き始めた人、スタートモチベーションがある人にとって大切なのは、プロセス、成功へのルートを詰めていくことです。そして楽観と悲観の両方を持ち合わせている。人間は想定外の嫌なことがあるとテンションが下がる生き物です。持続モチベーションを維持し続けるためには、このルートならうまく登れるだろうっていう楽観と、このルートに障害が発生したらどうしようっていう悲観をバランスよく持つ必要があります。悲観的な事態を想定しつつ、その事態に対するプラン B も意識しておきましょう。90% 勝てるプランが2つあれば、成功確率は 99% です。そして問題を正しく把握することができる。ゴールに向けたプロセスを改善していくためには、何が問題かを見極める目、問題の本質を解決するためのいい質問、この2つを意識する必要があります。反対側の足をかき続ける人は、プロセスが壊れてしまうのでゴールにたどり着くことができません。そんなこと言ったって継続力がなくて続かないんだよ学長っていう人は、ゴールにばかり目を向けるのはやめて、それはスタートモチベーションの話です。そしてゴールに向けたプロセスに悲観的なことがあるっていう現実を受け入れて、自分がぶち当たった問題の本質を見極めて、解決につながる質問を持ちましょう。実は今日お話しした内容は、後回しにしない技術の最初の数章、出だしの部分の解説に過ぎません。それでもかなり深い学びがあったんじゃないでしょうか。本はまだまだ続くので、後回しにしがちだぞ、継続が苦手だぞっていう人は読んでみるとヒントが見つかるかもしれません。今日が人生で一番若い日です。今後はリベ大でも行動しようっていうスタートモチベーションのところだけじゃなく、継続しようっていう持続モチベーションもフォローできる情報を発信していきたいと思ってます。これからも学んで行動して継続して自由への道、しっかりゴールまで走り抜けていきましょう。というところで終わりたいと思います。今日もありがとうございました。継続できれば成功はすぐそこ。それでは、いってらっしゃい。